はい、古瀬義野です。さあ、自宅でできるサーキットトレーニングを行っていきたいと思います。筋トレパートと有酸素運動を30秒ずつ交互に行うんですが、今日の有酸素運動は前蹴り、横蹴り、膝蹴り、足をとにかく動かしていこうかなと思ってますんで、無理のない範囲で今日も頑張っていきましょう。はい、では早速始めていきましょう。最初はワイドスクワットを30秒継続します。用意スタート。ももが床と平行になるくらいまでしゃがんでいきましょう。はい、内股にならないように膝のお皿の真ん中と足の中指を同じ方向に向けてやっていきます。呼吸を止めずに続けていきましょう。はい、股関節から曲がっていきます。膝が優位ではなく股関節が優位にしゃがむようにしていきます。呼吸止めずに。はい、結構です。じゃあマーシャルパートですね。左足を前に出して脇を締めましょう。このまま前足を膝を上に上げるだけです。いきましょう。よいスタート。脇腹はキュッと締まるように膝をへその高さまで上げてみてください。肘をちょっと下げると脇腹の締まりやすくなります。息吐いて、ふう、締める、締める、こういう感じですね。足はこう前に出ないように膝を曲げたまま続けていきましょう。前膝ですね。はい、 OK です。でこのまま足幅を脇の下にしてノーマルスタンスのスクワットを続けます。用意スタート。これもももが床と平行くらいまでしゃがんでいきます。足幅が狭くなった分体が倒れやすくなります。起こしたまま続けていきましょう。つま先重心にならないように、かかとが浮かないようにしっかりかかとで蹴ってあげましょう。はい、 OK です。左足が前なのはさっきと一緒です。今度は後ろの膝を前に出していきます。用意スタート。今度右肘をちょっと下げてあげると脇腹が締まりやすくなります。ふっと脇腹締めましょう。膝です。へそをしっかりこう前に出してあげる感じですね。こうじゃないですね。へそを出す。息吐いて。格闘技の動きを取り入れてます。さあ、体幹ふらつかないようにいきましょう。 OK、 ではプッシュアップで膝をついて腕立て伏せいきましょう。用意スタート。膝つきでいいと思います。呼吸止めずに手と手の間に胸が来るように下ろしていきましょう。きつい方半分でもいいと思います。下ろせる範囲でやっていきます。あと15秒頑張って。さあ、顎から下ろしていきます。肩甲骨寄せて、はい、 OK ですね。では左足前、ずっと一緒です。このまま前足を上げます。ここまで一緒です。で足の裏を前に見せたら押し出します。前蹴りの動作を行います。こういう感じですね。手でバランスを取りながら30秒いきましょう。用意スタート。前蹴り、前蹴り、ふっ、足の裏で押し出す。上げてから押し出す。手でね、こうバランス切るようにしてバランスを取ってあげてください。はい、 OK ですね。じゃあ今度はナロープッシュアップです。手の幅を狭くして腕立てをしていきましょう。用意スタート。こういう感じです。背中丸めるととんでもなくきつくなります。頭の位置を前に出すほどきつくなります。頭を手前に引くほど楽になります。はい、程よいところ探してあげてください。どちらにしても脇を締めるのが大事です。二の腕戻って、ふっ、ふっ、ふっ、はい、 OK です。はい、前蹴り出しました。今度は後ろ蹴りです。後ろから前に出してあげましょう。用意スタート。蹴る。上半身とバランス取るのが
足の裏を押し出しましょう。バランスが崩れないようにお尻を大きく動かす。さあ頑張ります。はい、OK ですね。ではダブルクランチ腹筋いきましょう。通常のクランチと違って足も同時に近づきます。よーい、スタート。近づける。頭も膝も同時に近づけます。さあ頑張っていきましょう。ラストスパートです。はい、 OK ですね。さあラストちょっと難しいです。左足前は一緒です。このまま後ろの足を近づける。体を後ろに倒したら横蹴りを出して後ろの足を戻します。寄せてキック、戻して開く。いきましょう。用意スタート。サイドキックですね。キック、手でこう同じくバランスを取ってみてください。体を倒す、蹴る。斜めの相手を押し込むような形で蹴っていきます。上半身バランス取って、はい、 OK。 じゃあレッグレイズ下っ腹の運動です。いきましょう。ロースタート。呼吸止めつき、はい、作業していきます。腰が反らないように注意しながらやっていきましょう。あと12秒。きついから膝曲げたら楽になります。どうやったら伸ばしたの。はい、 OK。 はい、ではラスト後ろ蹴りのパートで終わりです。今度は前の足を寄せる、後ろにキック戻していきましょう。じゃあいきます。30秒用意スタート。引いてキック戻して閉じる。右手でまたバランスを取っていきます。キック戻す、キック。蹴る方向を目線で追ってみるといいと思います。足の裏で押し込む、体を倒していいと思います。頑張って、後ろの敵を蹴るイメージです。はい、結構です。はい、6分間お疲れ様でした。下半身動かすと結構体温まりやすいですよね。少しきついと思いますが、慣れてくると2週3週できるようになってくると思います。ぜひ頑張っていきましょう。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。ではまたお会いしましょう。ありがとうございました。